バイターシュタット、バイターシュタットは、ヘッセン州ダルムシュタットイコールディーブルク群に属すし、ダルムシュタットの北西 6km に位置し、フランクフルト空港からは南に 20km の距離にある。ヘッセン州の自治体再編に伴い、1977年1月1日に、それまで独立した自治体であったグレーフェンハウゼン、シュネッペンハウゼンが合併した。 1993年7月29日に、ヘッセン州政府から都市の称号を授けられた。1993年3月27日に起きた、ドイツ赤軍によるバイターシュタット刑務所爆破事件で知られる。バイターシュタットは、4つの宿と中核宿からなる。リートバーンクは、産業、工業地帯として成長している。人口24,213人のこの都市は、 グリースハイム、プフングシュタットに次いで、軍内で3番目に大きな都市である。バイターシュタットは、地理上は、ラインイコールマイン地区、ヘッシェリート内に位置する。市街地の外側をいくつかの小川が流れている。平均高度は、海抜108メートルで、地域の大部分は平らな土地である。高度が最も低いのは、ブラウンスハルト区にある海抜100.7メートルの、 地地地地点点点で、で最高地点は、ローートトベルル産業地域内のの海抜メートルの地点である。バイターシタットは、北はメルフェルデンイコールバルドルフ、グロースイコールゲーラウ軍とエルツハウゼン、東は軍独立市のダルムシタット、南はグリースハイム、西はビュッテルボルン、グロースイコールゲーラウ軍と境を接している。バイターシタット市は、 ブラウンスハルトク、シュネッペンハウゼンク、グレーフェンハウゼンク、ディートバンクの4宿及び中核宿からなる。地域は最大幅約 6km、最大長約 7km である。総面積 34.4km のうち59%が農地、25%が森林、11%が市街地2、2%が水面で、1%が 雇用ン1%が商業用ン1%がその他の土地である。バイターシュタットの年間平均気温は摂氏10度である。最も寒い月は1月で摂氏0.9度、最も暖かい月は7月の摂氏19.2度である。バイターシュタットは948年にワイドラシュタットという名前で初めて文献上に記録されている。もともと このワイドラシュタットは単独の農場であった。1252年にエリーザベト・フォン・バイターシュタットとその夫のコンラート二世、ナイツ・フォン・ブロイベルクイコール・フランケンシュタインがバイターシュタットに関する資料に登場する。数年後の1275年頃、フランケンシュタイン家はバイターシュタットをマインズの市民フンベルト・ツム・ビダーに売却した。7年後にフンベルト・ツム・ビダーは バイターシュタットとその他の所有地を自らが創設したマインツの聖クララ修道院に寄贈した。13世紀にはバイターシュタット周辺地区の土地は、はじめはビュールツブルグの霊園としてカッツェネルンボーゲンクの所領となっていた。最後のカッツェネルンボーゲンクの死去に伴い、クの所権利は、ヘッセンイコールダルムシュタット法クに移された。三十年戦争では、 ビターシュタット周辺で多くの略奪が繰り返された。1664年にはバイターシュタットの村の印として印象が登場する。1805年から1815年の間、ナポレオン戦争と解放戦争のためにバイターシュタットでは高額な戦費の徴収が行われた。1823年にバイターシュタットはゲハーボルナーフェーの貴族をめぐって、 大公領運営当局と葬儀を起こした。この葬儀は1848年まで続いた。1875年に鉄道の駅が建設された。第一次世界大戦後、この村はフランス軍統地区に属した。フランスの占領軍はバイターシュタットの駅を近隣のグリースハイム飛行場との軍事物資輸送に利用した。第二次世界大戦では、 1945年3月25日にアメリカ軍がバイターシュタットに入った。その後、政治的な罪を犯していなかった大工のフィリップ、シ周ーヒーマン町長に指名された。彼は1946年1月20日の第一回選挙でエドワルトュトームに敗れた。その後数年で学校が建設され、ダルムシュタットへの鉄道が電化された。1960年4月に、 アダム・ダンツが町長に選出された。彼の在職中に工場誘致が進んだ。1960年代には下水道が整備され、新興住宅地が設けられた。1820年から1821年までバイターシュタットはオーバーアムト・ダルムシュタットに属し、1821年から1832年まではラントラーツベチランゲンに属した。 1832年から1848年までは、グロースイコールゲーラウ軍に属し、1848年から1852年までは、レギー・ルングス別力ダルムシュタットに属した。続く1852年から1918年までは、ダルムシュタット軍に属し、その後は1930年まで再び、グロースイコールゲーラウ軍に所属した。 1930年から1976年まで、また、ダルムシュタット軍となり、1977年1月1日に、現在のダルムシュタットイコールディーブルク軍となった。オーバーアムト、ラントラーツ別ツク、レギー・ルングス別クは、それぞれ当時の行政区分。ブラウンス・ハルトは1318年8月26日に、初めて文献に記録された。この資料は、 ベルトルトフォン・カッツェネルン・ボーゲンとエーバーハルトフォン・カッツェネルン・ボーゲンと間でブルーニシャーの森を分割することを定めたものである。この書室の翌年にあたる1319年にビルヘルム・フォン・カッツェネルン・ボーゲンがビュルツブルグの教会の霊園としてブリンシャードのを領することになった。ここに大規模な農園が作られた。この農園周辺には徐々にその関係者らが住み着いていった。 こうして村が作られた。ブラウンス・ハルトの名は歴史的な城官と強く結びついている。この城は1760年頃にゲオルク・ビルヘルム・フォン・ヘッセンイコール・ダルムシュタットが建てたもので、その後継者によって拡張されていった。所有者はたびたび交代し、現在一部はロイテスドルフ、ライン、ヨハネス連盟が所有し、老人、養護施設として利用している。 この他の部分、すなわち本来の上巻部分は指定として修繕、改修がなされた。2006年にこの城はバイターシタット市に購入された。何点か修復がなされた後、礼拝堂など一般に公開されている。城の庭園や上巻は時折結婚式にも利用されている。グレーフェンハウゼンは1225年11月21日に シュネッペンハウゼンと共に文献に初めて記録されている。この文書は仲裁裁判所の仲裁裁判官のベルナー・フォン・グレーフェン風前が書ったものである。この仲裁裁判の原因は、エーバー・バッハ修道院とアルハイリゲンの住民とのビンタースハーゲンの森をめぐる争いであった。12世紀から1658年まで、この村はホイゼン下向けの統治下にあった。 1558年9月19日に、ヘッセンハクに売却された。その100年後に、ヘッセンハクは、最終的にグレーフェンハウゼンの領主となった。1821年にラントラーツベツルクフォン、ラーゲンに所属し、1832年から、グロースイコールゲーラウ軍、さらに1853年から第一次、世界大戦末まで、ダルムシュタット軍に属した。 その後1926年まで再びグロースイコールゲーラウ軍の所属となったが、それ以後はまたダルムシュタット軍に戻された。グレーフェンハウゼンでは1919 19年に初めて電気の明かりが灯り、1927年から1928年にかけて水道が整備された。シュネッペンハウゼンは1225年11月21日にグレーフェンハウゼンと共に 初めて文献に記録されている。この文書では、シュネッペンハウゼンの村長が立ち会い人として登場している。13世紀にカッツネルンボーゲン白がシュネッペンハウゼン周辺の辞書の領主であった。1618年8月14日、シュネッペンハウゼンは、ブラウンスハルト地区での馬の放牧について、ブラウンスハルトとった。30年戦争では、 シュネッペンハウゼンの多くの家屋が消失した。1640年には11家族10件の家屋があった。1年後には住民は120人で建物は25件中10件が残っていると記録されている。1605年に建てられた村役場は1705年から学校に転用され1890年まで学校として利用された。その後も村役場は 必要なくなり、指定に売却された。シュネッペンハウゼンは、1832年から1848年まで、グロースイコールゲイラウ軍に、1852年から第一次世界大戦の終わりまでは、ダルムシュタット軍に属し、1926年に、再びグロースイコールゲイラウ軍に戻され、1881年、または1888年に、 シュネッペンハウゼンとグレーフェンハウゼンとの間の道路が作られた。1926年からシュネッペンハウゼンはまたもダルムシュタット軍の所属に戻された。第二次世界大戦後は1952年にポンプ施設を有した井戸により飲料水、雑用水の供給が始まった。1964年、浄水場が稼働を開始した。リートバーンは 連邦アウトバーン A5 号フランクフルトアムマイン、ダルムシュタット線の東側にあたる、地区である。名前は、1970年に廃止された、ダルムシュタットから、ヘッシェリートを通ってボルムスに至る、鉄道路線に由来する。最初の居住地は、旧ダルムシュタット通り、現、リートバーン通りに沿って作られた。第二次世界大戦後、数軒の住居と、農作業小屋が建っているだけだ。 1960年代の初めに、旧連平城跡に、工業、産業地帯の開発が始まった。1977年1月1日に、それまで独立していたグレーフェンハウゼン、シュネッペンハウゼンが、バイターシュタットにが合併した。ブラウンスハルトは、1973年にすでに、自由一子でバイターシュタットにが合併していた。バイターシュタットは、 ビートバーンクに定着した工業、産業企業を足がかりに現在の産業、工業の都市へと発展していった。ブラウンス・ハルトク、グレーフェンハウゼンク、シュネッペンハウゼンクの工業的発展はそれほど顕著なものではなかった。ビートバーンクは1983年5月26日に公式に宿命として命名された。1993年3月27日。 ドイツ赤軍がバイターシュタット刑務所爆破事件を起こした。完成したばかりの刑務所は大きく損傷し、一部は改めて取り壊さなければならないほどであった。バイターシュタット刑務所は再建され、1997年から使用されている。1993年7月29日に、この町はヘッセン州政府から都市権を与えられ、これにより首と称するようになった。 2004年10月1日からバイターシュタット市は市内産業地域のリートバーン区に作られた新しい市庁舎で執務を行っている。市議会もこの新庁舎の議事堂で開催されている。1310年にバイターシュタットとこれに属す集落は親協会のグロースイコールゲーラウ教区から分離し新しい教区を創設した。1535年頃この地域に 宗教改革がもたらされた。六百八十八年から六百九十年にバイターシュタットの教会が、八百十六年から八百十八年にはグレーフェンハウゼンの教会が建設された。九百六十六年にはバイターシュタットにカトリック教会が完成した。バイターシュタットの住民のほとんどがキリスト教徒である。38%がプロテスタント。 22%がカトリックである。残りの40%は、新首都派教会、バハイ教、正教会、ユダヤ教、イスラム教などである。プロテスタント及びカトリックの教会組織は、バイターシュタット及びその宿に、教会事務所を有している。新首都派教会とバハイ教は、バイターシュタットに、小さな教会事務所がある。その他の宗派組織は隣接するダルムシュタットに、 教会や事務所がある。1938年11月10日まではグレーフェンハウゼンにシナゴーグがあったのだがナチスによって破壊された。1983年にこれを記念する記念碑がポスト広場に設置された。バイターシュタット市は人口24,118人でダルムシュタットイコールディーブルク郡で3番目に大きな都市である。 バイターシュタットには104カ国の異なる国籍を持つ人々が暮らしている。外国人の比率は12.85%である。最も多いのはイタリア人、トルコ人、ポーランド人である。バイターシュタットの市議会は37議席からなる。議長はマンフレートディトリヒ、議長代行はビリ・フィッシャーである。 2014年1月1日からラルフ・メラーが市長を務めている。バイター・シュタットは1977年1月1日、シュネッペンハウゼンとグレーフェンハウゼンが合併した後、この紋章を使用している。現在の紋章は17世紀から隠し子が使っていた印象のデザインを組み合わせたものである。向かって左上の三日月と先広の十字を組み合わせたデザインは、 ブラウンス・ハルトのものである。向かって、右上の先端が曲がった斜め十字は、シュネッペンハウゼンの衣装に基づく。紋章中央のドイチュブラッケ、犬の頭部は、グレーフェンハウゼンのデザインであり、それを取り囲む輪は、バイターシュタットの紋章に由来する。バイターシュタットの古い印象は1664年に、初めて登場する。その紋章は続回。 または正解の好意人物の紋章に由来する。これらの友好都市協定は、活動サークル、スタートパートナースチャルファトに協力している。シュタンドート保養地は、市の北部グレーフェンハウゼン近郊に位置する。保養地の中央に、シュタイロートゼーと呼ばれる湖がある。湖の周囲には、散歩道が整備されている。保養地の南側には、バーベキュー場がある。湖の西側は、 キャンプ場とビアガーデンがある。ブラウンスハルター天品園はバイターシュタット西部の森である。森には散歩道が整備されている。森の終焉部には市営のバーベキュー場がある。また、夏季にはミニゴルフ場も利用できる。子供にはバーベキュー場の近くに遊園地や大人も楽しめるボッチャ場などがある。夏には毎年子供のための夏の遊び。 フェストが開催される。この他、毎年野外映画祭も開催される。バイターシュタットには二つの総合学校がある。一つは、バイターシュタット中核宿にある、アルブレヒトイコールデューラーイコールシューレ、もう一つがヘッセンバルトシューレである。中核宿とシュネッペンハウゼン区、グレーフェンハウゼン区には公民館がある。会議、セミナー、コンサート、 演劇上演などに利用されている。また、図書館も有している。現在、市議会では、バイターシュタットに、新しい公民館を建設することが議論されている。ブラウンス・ハルトクでは、会議や催しの会場に城を利用している。バイターシュタットの重要な建築は1688年建造の、教会と1810年建造の木組建築である。 ブラウンス・ハルトクの1760年に建てられた城は大変に重要な建築であるが、ブラウンス・ハルトクの最も古い家屋も重要な建造物の一つに数えられる。シュネッペンハウゼン区では1605年に建てられた村役場は大変に価値が高い建物である。グレーフェンハウゼン区では1818 18年建造の教会やオーリーシティフト城が重要な建築である。 ブラウンスハルト城には広い庭園がある。ここには庭のあずまやに続く菩提樹の並木道がある。庭園の東側はフランス式庭園、西側はイギリス式庭園である。バイターシュタットでは多くのサークルや市民団体が主催する定例行事が行われている。例えばバイターシュタット営業業者組合は質の高い音楽プログラムとコラボレーションした。 バターシュタット自動車展示会や、秋のオクトーバーフェストを開催している。さらに SV バイターシュタット及びカーニバルクラブと、共催で夏と、UEFA 欧州選手権2008の期間中に、オルツケルフェスト、中核地区祭を開催した。中心街で行われる祭りにはこの他に、DRK、バイターシュタッウント運とグレーフェンハウゼン主催のワイン祭がある。また、各宿で、 アドベントマーケットが行われ、夏には、ブラウンスハルター・テンヒエニア・シュタンドード税湖畔で、毎週末、様々なクラブが主催するグリルフェスタが開催されている。大規模で、地域を超えて知られているのが、バイター・シュタット野外映画祭である。各宿で、協会会議祭が行われるが、グレーフェンハウゼン区の協会会議祭は最も古い、ものの一つである。バイター・シュタットには、 余暇のレクリエーション施設が多くある。例えば、屋内プール、私立図書館、映画館、保養地のシュタインドートやブラウンソハルター天費園などである。若年層には、総合学校、アルブレヒトイコールデューラーイコールシューレが協力する、有限とセンターがある。それぞれの地区にスポーツクラブとスポーツ施設がある。SG バイターシタットは、 この市で最も大きなスポーツクラブで、ハンドボールやバスケットボールをはじめ、他にも様々な種目が用意されている。2008年には TSV ブラウンスハルトが BMX ヨーロッパチャンピオンシップを主催し、5月1日から4日まで開催された。バイターシュタットには8203人の非雇用者がおり、商業、観光業、交通業、製造業が 主な職種である。残りは、農業、アスパラガスが主な生産品である及び林業が0.7%、金融、賃貸業が19.8%、サービス業が10.6%となっている。失業率は6.2%である。バイターシュタットは、大型店舗にとって恵まれた立地に発展した。西部産業地域にある家具販売店セグマラーは、 ドイツ最大の家具店である。他にもこの近所には、名の知られたあらゆる大型店舗が出店している。いくつかの企業がバイターシュタット日本社を構えている。自動車メーカーシュコダのドイツ法人、災害救助組織、アドラ、IT サービスのドネット社、プロ用放送機材のグラスバリ、ジャーマニー社などである。さらに工場や支店を構える、大企業もある。 化学製品のイボニックでエグッサ社、日用消耗品のウエラ社などである。市の産業地域には電気専門店から家具専門店まで様々な企業が進出している。バイターシュタットのメディアマルクとは2007年までヨーロッパ最大の家電量販店であった。バイターシュタット市には合計2100件の企業登録がある。2009年秋には リートバーンにショッピングセンターループ5が開店する予定である。ダルムシュタット工業、商業会議所の研究は、バイターシュタットについて、ベンスハイムに次ぐ、ダルムシュタットイコールラインイコールマインイコールネッカー、中規模中心地域の中で最適の立地にあると値した。バイターシュタットは、連邦アウトバーン A5 号線及び、連邦道 B42 号線沿いの交通の便は良い。 場所に位置している。アウトバーンのインターチェンジが2005年から2008年に総工費1、0ユーロを投じて建設された。この街の大型販売店を目指す車で、週末はかなりの通行量がある。B42 号線によって、ダルムシュタットやグロースイコールゲイラウトも快適に行き来できる。バイターシュタットからフランクフルト空港までは、車で約30分である。 1994年に、軍議会の同盟90、緑の塔は、バイターシュタットとダルムシュタットの間に、サイクリング旅行者のための自転車道を整備することを、提案した。やがて自転車道路網が整備され、自動車やオートバイがほとんど、あるいは全く通らない、この道路が、サイクリング旅行者に進められるようになった。一方、アドフックの地方支部は、2007年に建設された、 自転車道と、そこに設けられた彼らにしてみれば、全く不要なバリケードは、自動車中心主義的な計画が露したものであると、批判している。アドフックは、今後の計画策定については、サイクリング愛好者の要求をより尊重するよう、求めている。バイターシュタットの北西端にマイにコールライン鉄道、ビースバーデン・ダルムシュタット・アシャフフェンブルクの停車駅がある。 ブラウンス・ハルトクもこの鉄道で結ばれている。また、バス路線5506,5513,5514,5515、系統がそれぞれダルムシュタット、エルツハウゼン、グロースイコールゲーラウ、フランクフルト空港へ15分から1時間間隔で発着する。市電でダルムシュタットとの間を結ぶことも計画されているが、 2008年現在、この計画は棚上げされている。バイターシタット市では、週刊の防費エンイコールクリアが印刷され、木曜日に無料で配布されている。この週刊誌では、各宿やサークルのお知らせが掲載される。この他に、館長からの工事も掲載されている。地方新聞では、ダルムシテターエコーがバイターシタットやその宿のニュースを報告している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。